皆さんこんばんは。トコムスクエア TV の時間がやってきました。今日の解説は東京トレーダーズタイムズの小針秀夫さんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。はい、なんだか先週は桜が咲いたなんて話をね、この番組でやったんですけれども、一気に冬に戻ってしまいましたね。寒いですよね。寒い、本当に寒い中、今日皆さん風邪ひかなかったか心配なんですけれども、なんだかちょっとマーケットの方もね、寒い感じですよね。そうですね、なかなか春が来ない感じですよね。本当にね。はい、なんかいいお話聞かせていただけないかと思ってるんですけれども、今日はどんなお話を。今日は、ちょっと資料で用意させていただいたのが、はい、金、ゴールドと、あとゴムですね。はい。今日は2銘柄中心にちょっとお話をさせていただきたいなと思うんですけれども。はい。はい。金はね、少しなんか上がってきそうな。そうですね。予感があるんですけれども。はい、予感があります。冒頭のチャートがこれ、東京金の冷やしなんですけれども、はい、今山本さんがおっしゃったように、ちょっと上がってきそうな予感がするトレンドになってますよね。はいはい、一目均衡表の抵抗の中に突入という。そうですね。はい、一目均衡表で、まあ、代表的って言いますか、よく指針になるのが、抵抗体雲と言われるこの斜線の部分なんですけれども、はい、これを、下に抜けるとダウントレンド、上に抜けるとアップトレンドに、まあ、基調が転換するというふうに言われていてですね。はい。今現在、去年の12月ですね、この東京金の先切りが、抵抗体の上下を突破して上昇トレンドに入ってきたんですけれども、まあ、それで今年の3月の2日に、4553円まで上昇して、はい、去年の7月の高値を抜くというふうな局面があったんですけれども、その後、まあ、円高とかですね、入金の、まあ、上昇傾向が少し途絶えたので、はい、下げに転じて、今、4400円近くまで、下げているというふうな状況で、一回上がったんですけど、また下げて、手応えの、まあ、中に入ってきたということで、はい、安値をちょっと警戒しなきゃいけないかなというふうな場面に入ってきています。はい。はい、で、続いての画面が、はい、はい。ニューヨーク金の方なんですけれども。ねはい、ニューヨーク金の方は、東京金とちょっと対照的ですよね。はい、東京金がちょっと手応えの中に入ってきましたけれども、なんかニューヨーク金のこれ、一目均衡表、ちょっと興味深いのは、はい。抵抗体をスルスルに下げたんですけれども、その抵抗体を避けて、はい。上昇トレンドを維持しているというのが特徴ですね。スルッと抜けてきたっていう感じなんですか？まあ、野球で言うと、まあ、長打打ってですね、はい、まあ、ホームベース上で、クロスプレーになったところでギリギリでセーフになったというふうな感じ、はい、の印象の一番均衡表のトレンドなんですけれども、まあ、いずれにしても、まあ、抵抗体の中に入らずに、はい。はい。まあ、ギリギリで避けて、またちょっと上昇傾向にあるということですね。はい。はい、これは、避けては、上がってきてるっていうのは、はい、これはちょっと、これから先、上げるぞっていうような、そういう、あれなんですか？そうですね。ポイントはですね、今、これ、チャート見て、まあ、お分かりになる通り、はい、2月の高値、1264円9ドル。と、今年3月の直近高値、1253.3ドル。はい。この2つの今、高値が、大きなポイントで、2月の高値を抜けば、アップトレンドで、第3波目の上昇トレンドに入っていく。で、もし抜けずに、1600ドルぐらいで、下げに転じた場合は、ダブルトップで、下げに転じてしまう。というふうなことが予想されますね。はい、はい。あと、ちょっと気になるのがですね、3月の、まあ、10日前後なんですけれども、1200ドルから1230ドルぐらいに、まあ、経線上の窓、を開けてるんですね。はい。はい、この窓目の動きになった場合は、再び抵抗体の中に入ってくる可能性があるので、下のリスクをちょっと警戒しなきゃいけないかなって部分もテクニカル的にはあります。東京とニューヨークがこう違うっていうのは為替ですよね。ですよね。はい、完全に為替ですね。今日もまあ為替急速な円高になってますけれども、まあ円高で東京が下げる局面の一方、ニューヨークは上げるというようなことで、まあ、これまでちょっと逆のパターンになってますよね。はい。まあ、だからその為替のこと考えなければ、まあ、金自体としては、今、まあ、上昇トレンドって考えてて大丈夫なんですかね。そうですね。基本的には、
上げのトレンドに入ってきてるかなというふうな感じはするんですけれども、うんはい、注意をしつつもという、うん、はい、ポイントはやはりまあずっとまた言われてますけれども、うん、FRB によるまあ、はい、利上げの問題が絡んでますよね。はい、まあ、金利もそうですし、為替もそうですし、はい、株価もそうですし、みんなやはりこのアメリカの FOMC の利上げ問題で、うん、まあ、右往左往しているという状況で、はい、まあ、その中で金も、まあ、その流れに巻き込まれている感じがしてですね、うん、まあ、その分だけ先行きのちょっと見通しが聞きにくい状況が続いているかなという感じがします。うん、ただ、基本的に、一昨年の12月から、はい、FRB は、まあ、金融政策を、まあ、180度転換して利上げと、はい、いうふうなことで金融政策変えたじゃないですか。ということは、基本的に、まあ、金融情勢に、の中にあって、金のマーケットは下げやすい状況が今続いてる、うん、ということで、まあその中でも去年12月から上げてるんですけれども、はい、まあ基本的には利上げイコール金相場にとっては圧迫要因。まあマイナス要因ですよね。上げにくいというような状況。教科書的にはですよね。そうそうそう、はい、うん。あ、うまい。もう全くその通りですね、はいはい。はい。でも、まあ今上げてるっていうのは、その辺ですよね。その辺ですよね。はい、うん、利上げしてですね、まあ、今株式の方も、まあいろんなリスク要因もあって、うん、リスクオフ的な流れで上げに、なかなか上昇しにくい、まあ局面に入っててですね。はい。まあその分だけ金の方は、まあ、投資資金が入りやすい環境にはあるんですね。うんうん、ですから、金利商品、まあ、ドル資産の方には資金は向かっているんですけれども、なかなかその他の、はい、まあ、リスク商品の方には投資資金が回りにくいというような状況がありますので、うん、まあ、それちょっと読みにくい分はかなりあるんじゃないかなと思います。はい。ただ、今、FOMC の、まあ、利上げ問題だけでお話しましたけれども、その他、うん、まあ、国際情勢的には、まあ、後々出てきますけれども、はい、欧州の、まあ、政治的なリスク要因から買われる、うん、要因もありますので、はい、まあ、そういうところも絡みながら、まあ、ちょっと、流動的な値動きになりそうな感じはありますね。うん、はい。はい。なんか、次にドル指数の表が用意してあるんですけれども、まあ、これが、ドル指数が軟化してるというね。はい。そうですね。まあ、当たり前なんですけども、うん、ドル建てが、ニューキンはドル建てですから、ドル安になれば上がりますし、はい、ドル高になると下がるということで、うん、まあ、金とドルというのは、逆、うん、反比例。はい。まあ、まあ、当たり前なんですけどね。うん、ですから今足元はドルが軟化しているので、ニューキンにとっては上昇要因になっている。まあ逆に東京銀行にとっては、うん、円高ですから圧迫要因になっているということで。はい、うん、ただ、あれですよね。まあ、普通金利が上がるんだったらドル指数は上がっていってもいいんじゃないかと。そうですね。利上げするとドル資産が増えますので、はい、ドル高ですよね。はい、ドル高なんですけれども、うん、まあ、なかなかトランプさんの、まあ、政治的な絡みによる、はい、その政治リスクっていうんですかね。うん、はい、その辺のによってドル資産がなかなか膨らまない。株式の方も、うん、アメリカの金利商品なんかもなかなか投資的な動きが活発になかなかならないということで、はい、その前はそうなるんじゃないかということでドルが買われてたんですけども、うん、そうなんですね、実際現地見るとそうなってないので逆に今ドルが売られているということですよ、うん、ただ基本的には一過性じゃないですかね。あ、じゃあ時代が変わったんではなくて、うん、あくまでも今このトランプ政権というこの異常時代って言っていいんですかね。異常時代ですよね。はい、うん、まあそこでこういう動きに変わっているだけだと、というまあ、先ほど山本さんの表現の通りで、うん、はい、教科書的には利上げイコールドル高ですから、はい、うん、で金は安くなるというね、金は圧迫されて安くなるというのが、はい、流れですので、うん、今ドル安金高というのはまあ今の流れからすると一過性であって、はい、基本的には、うん、ドル高金安というふうな流れになってしまうのかなというふうな感じがします。ですから、このトランプリスクっていうのはどういうふうにマーケットが意識して、どういうふうに織り込んでるのか、ちょっと分かりにくい部分があるので、はい、まあ一概にちょっとね、削り抜けて、言うことは難しいとは思うんですけれども、うん、まあいずれにしても、まあ、普通のセオリー通り行けば、
ちょっと今、流れ、一般的な流れからすると逆向かいかなって感じがしますよね。うん、ただ、あれなんですよね。利上げの後、まあ、金が少し上がってきてるっていう、その流れで、ここ何回か続いてるって先週もそういうお話が確かあったと思うんですよ。はい。うん、だから、そういうことを考えると、時代がそういう風になってきてるのかな、みたいな。というのがちょっと気になってたんですけど。全く、それもおっしゃるとおりですね、うん。その辺の説明、ちょっとまた後半に出てきますけども。はい。この辺かな、うん、ここかな、はい。あ、じゃあ、それはまた、後ほどお話しいただくということでいいですか？いやいや、はい、ちょうど次ですね。はい。はい、うん、今の山田さんのご指摘の通りで、はい、FOMC での利上げイコール金の上昇。はい。っていうのが、そう、まあ、それがなんか続いてるっていう。はい、全く。まあ実際、うん、一昨年12月に、利上げがスタートしたんですけれども、はい、そこがボトムになりましたよね。うん。入金のボトムが、一昨年の12月15日、はい、1120ドル で、はい、そこが入ったんですけれども、これが、半世紀ぶりにアメリカの金利が利上げしたというふうなタイミングで、うん、はい、で、今年の1月、あ、去年12月ですね。去年12月に、はい、1年ぶりの第 2回目の利上げをして、はい、ね、3月に第3回目の利上げをしたということで、はい、その利上げするたびにですね、ニューヨークの相場が底が入って、はい、上げにチェンジするというようなパターンになってますよね。はい。これは今までのパターンとは違ってるわけですよね。この今のこのニューヨーク金のこの底入れのパターンですけども、はい。ちょうどあの、有事の金塊のパターンと似てますよね。はい、うん。戦争が起こりますよって言われる前に、はい。金の値段はぐーっと有事の間で買い、買われるんですけども、はい。実際戦争が起こった途端に売られる。うん。いわゆる、噂で買われ、事実で、売られる。はい。っていうパターンと逆パターンで、うん、FOMC で利上げするっていうことは、弱材料です。下げ要因ですよね、うん。ですからファンドが売り込んだ。で、実際、利上げを実施したとき、途端に、はい。事実で今度は買い戻されて上昇するというふうなパターンですね。はい、うん、どんどん前倒しになってるという。そうですね。事前に織り込んで、事実で逆のパターンに入っていくっていうようなことですよね。はい。だからもうこういうパターンが続いているから、もう今後の FOMC で利上げの、まあ今年あと2回あるんじゃないかというふうに言ってますよね。そうですね。うん、そうですね。その時はそういうふうに備えておけばいいのかななんて、それは浅はかですか？いや、もう素晴らしい作戦だと思います。そうですか。はい。利上げの直線で売っといて、うん、はい、直前といっても 2ヶ月前とかそのタイミングだと思うんですけども、はい、売っといて、相場が下がったところで、はい、FMC の、まあ、利上げするタイミングの月、はい、例えば9月であるとか12月とかが多いので、うん、そのタイミングで買い戻す、はい、と、その売りの値幅分が取れますし、うん、この土点で、その、利上げするタイミングで買っとけば、はい、その後上がるっていうパターンですから、もう、うん、結構、かつ確率の高い戦略ですよね、うん。なんとなく。とりあえず、今年はその戦略で大丈夫そうだと。そうですね。これまでのパターンからすると、うん、はい、事実前に打っといて、はい、事実があったら土手にして買っとくというふうなパターンですと、うん、結構利が取れるかなって感じがします。はい。はい、とりあえずは、じゃあ、それで一安心ということで。はい、絶対はないですからね。でも、ドンピシャですもんね。本当にね。特に一昨年の12月の、利上げの時は、翌日から急反発ですから。はい。はい、今年、去年の12月の時もそうですね。はい。はい。はい、あ、今のお話ですね。今後の FMC の。はい、そうですね。はい。やはり、今、金のマーケット、うん、まあ、いろんな、例えばインドの需要が、去年までは、弱ってましたけど、今年はちょっと、復活するっていう話であったりとか、はい、まあ、いろんな金にまつわる、ファンダメンタル要因とかもあるんですけれども、やはり、はい、FOMC の利上げが最大の、やっぱり今変動要因で、みんな朝注目しますので、やっぱりこの辺が、注意しておかないとなかなか金の先行きの読みもできない、できにくいかなって感じがします。
で、まあ3月ね、先週、先々週ですか？先々週になりますね。はい。に、まあ 0.25% の利上げをしたんですけれども。はい、3月15日、ね。そうですね。はい。はい。うん、まあ、利上げ、まあ予想通りだったということと、うんうん、まあ先ほどちょっとね、お話しされましたけど、今年3回利上げするっていうようなことは、はい、この3月の利上げの時に、うん、まあ、それらしいことをほのめかすというか、イエレンさんが言及したんですけれども、その前はですね、はい、今年4回やるんじゃないかっていうふうな。そうですね、はい、そういう期待が高まってましたよね。そうですね、はい。はい、まあ、期待なのか、うん、期待の逆なのか。それはちょっと、それぞれ、立場で違うと思うんですけれども、はい、まあ、本当に4回やりそうだっていうような気運になってましたよね。そうですね。うん、はいはい、そうですね、4回やるんじゃないかって、ね。それが、負担を受けたら、えっていうような。はい。ですから、まあ、結果的ですから、今、はい、まあ、後付けですけど、ハト派的な内容だったということで、うんうん、まあ、どれもちょっと難化してますし、うん、っていうようなことなんですけども。はい。まあ、今日の12月と変わらなかったということですよね。うん、そうですね。うん、書いてありますけど、4回以上の利上げを予想する参加者は5人というふうにありますので、はい、うん、まあ、去年の12月と変わらないということですね。はい。メンバー何人でしたか？理事が6人の、はい、連銀総裁が6人でしたっけ、うん、いずれにしても12人ですね。はい、12人。そのうちも5人がでも、はい、まあ、4回以上の利上げを予想しているわけですね。はい。12人のうちの5人ですから、まあ半分弱ですね、うん、それでもね。うん、それでも、やっぱり、3回、なんですね。そうですね。うん、ドットチャートで見ると、まあ、うん、利上げする人が、逆に言うと7人残りですからね。うん、引き算、まあ、単純に12、うん、12複合ですから。はい。ということで、まあ、ハト派的な意見の方が多いということで。はい。まあ、そんな風な流れになってるみたいですよね。うん、はい。これはまた今後で、やっぱりもう一回増やしますなんてことは、可能性としては、どうなんでしょうね。専門家でもこの辺って読みにくいんじゃないですかね。まあでも、アメリカの景気指標は確実に良くなってますので、はい、まあ利上げ路線は、まあ変えないだろうっていうのは確実ですよね。はい、ただ、回数が何回かっていうので、まあその辺のところで神経質な見方がありますけども、まあ、なんて言いますかね。我々金融世界に入ってますので、はい、うん、やはり3回で4回だってワーワー言ってますけども、うん、世間一般からしたら別にまあね、3回だろう4回だろうが、アメリカのはまあ利上げの方向に動きましたぐらい、多分認識だと思うので、うん、はい、まあ、はい。いずれにしてもまあ、回数というよりも、アメリカの利上げ方法は、はい、変わって、まあ、確実に変わってて、うん、で、まあ、直近のイエレンさんの、まあ、お言葉からするとですね、はい、まあ、それほど、事前に、一部予想されているように、スピードを上げたり、うん、はい、まあ、例えば、毎回 0.25% と上げるんですけども、うん、それを一気に 0.75 とかですね、0.5 とか、大きく、利上げをするというふうなことはないということと、うん、利上げの回数も、まあ、うん、ゆっくりと、まあ、あまり金融マーケットに影響がないような形でやってきますよというふうなことが示されたので、うん、まあ、ある意味ちょっとほっとしたというか、安堵したというか、はい、そんな感じでマーケットを受けてもらうのかなっていうのは気がします。うん、はい、ちょっと心配なのが、まあ、直近の動きで、はい、先週末、オバマケアの代替案、はい、代替法案ですかね、はい、あれ、結局、採決される前に取り下げちゃったじゃないですか。あ、はい、はい。それでまたちょっとダウ平均も下がったような、そんな動きがあって、まあちょっとその辺が今後のアメリカ経済どうなるのかなって、ちょっと不安が、政局の要因がですね、金融マーケットに大きな影響を与えるんじゃないかっていう心配は常にありますよね。はい。はい、オバマさんの評価もまあいろいろありますけども、うん、まあ、いずれにしても、ちょっと不安する向きって多いじゃないですか。うんうん、やっぱ政局の動きは結構リスク多いんですよね。うん、ちょっと我々にも分かりにくい部分がありますし、うん、今、ね、日本の国内だって、はい、安倍総理の、まあ、学校問題いろいろ言ってますけども、うん、じゃあ真相はどこにあるかって分かりにくい。そうですよね。分かりにくい。それ以上にアメリカのオバマさんのことなんでは、それ以上にちょっと、
実質どうなのっていうと分かりにくい部分はなんかありますよね。うん、まあでもそれで、今朝またちょっと上げてましたよね、ニューヨークもね、金がね。うん、でも、はい、昨日、まあ、先週末から今週末にかけての東京金とニューヨーク金は、もう完全に為替ですよね。はい、あれはもう完全に為替と。こんなに大きく円高、ドル安に触れるって、ちょっと、まあ私もそうだし、うん、まあ、投資されてる投資家の方とか、金融関係の方、皆さんちょっと想定外じゃないですかね。ちょっと考えにくいぐらいの円高ですよね。うんうん、だって利上げした直後にね、うん、こんなに大きくドルが下がるなんて。まあそうですよね。うん、ちょっと、なんか、別な要因かな、なんかあるのかなっていうか、ね、まあ、先ほどちょっとね、山本さんおっしゃった、その、政治的なリスクが、はい、はい、ドルを売らせてるのかなって感じもしないでもないですけどね、うん、はい、はい、さて、ETF、うん、はい、金 ETF が、はい、まあ、これももう金の投資やられるという方はもうよくご存知だと思うんですけども、うん、金の ETF と金相場のトレンドってほとんど一致してます、うん、はい、はい、もう高い相関で、うん、確か 0.8 以上のですね、高い正の相関になってますので、はい、ETF が増えると金相場上がりますし、はい、ETF の保有残高数量が減ると、預金の相場も下がるというふうな相関がありますね。はい、今出ているグラフ その赤い線が価格で、で、あれですよね、その棒グラフの方がその、ETF の保有残高ですね。はい。もうほぼ一致してますもんね。動きはね。はい。はい、去年の暮れぐらいから増えてたんですよね。うん、前増傾向っていうんですかね。はい、少しずつ増えてると。週ごとにちょっとずつ増えてたんですけども、うん、はい、足元、2月下旬ぐらいから増加傾向、ちょっと一回今ストップしてですね、うん、増えにくくなってます。はい。はい。まあやはり、FOMC で、まあ利上げが決定されるたびに、やはり、うん、ETF から資金が逃げて、金融商品の方に、はい、まあ、どうしてもシフトされますので、うん、まあ、やはり、うん、金の ETF 市場としては、利上げイコール増えにくい状況になってしまうかなって感じはしますよね。はい。はい、まあ。ETF は微減の傾向ということでね、少しずつ減ってる傾向に入ってると。ちょっと減ってますね。はい、ですから、金の相場はちょっと上がりにくい今局面に入ってますね。はい。で、次は、これは、はい、はい。CFTC の買い越し。そうですね、はい。はい。買い越しはですね、まあ、結論から言いますと、今10万枚ぐらいの水準で、うん、まあ、売り方、買い方ともに、まあ、様子見っていうか、そんな感じの水準で推移してる感じですね。はい。やはり新規で今の状況で、買ったり売ったりっていうのが、買いポジション、売りポジションを取るのがちょっと厳しい状況なので、うん、まあ、既存の買い方は手仕舞い、売りをして、まあ、ポジションを減らそうとしますし、うん、まあ、既存の売り方の方は、また上がるんじゃないかということで、ショートカバー入りやすいので、はい、まあ、その辺がこう、なんていうんですかね、工作、うん、売りとかへの玉が工作してですね、なかなかこう、金の ETF、あ、ごめんなさい、CFTC の、はい、縦玉のこう、なんていうんですか、偏りが出にくい今状況になってますね。うんうん、なるほど。で、横ばいの推移となって、交錯して、横ばい推移という、はい、そうですね、はい。はい。状況になっていますということですね。はい、そうです。はい。だいたいこれ30万枚超えるともうキャパいっぱいで、売られて、うん、まあ、10万枚ぐらいになると、はい、まあ10万枚で、これ過去、ちょっと今データが、過去何年分ぐらいかな、これ。2010年からが出てますね。ことは7年分ぐらい出てありますけども、はいね、はい、もっと遡って過去20年分ぐらいのデータで見ても、うん、これマイナスになったことがないんですね。はい、ずっと買いポジションの方が多いんです。預金の市場って、はい。よっぽど減っても、まあ、2万とか3万枚で、はい、まあ、ボトムというラインではだいたい5万枚ぐらいなので、うん、今10万枚ってことは、はい、まあ、ちょうどその5万枚と30万枚の間、と見ると、15万枚ぐらい、うんうん。10とか20とか、その辺がまあ中心レンジなので、うん、まあちょうど今その中間にあるっていうことですよね。一番なんか落ち着いちゃってる場所ってことですか？うん、そうですね。うん、まあそうですね。安定的な水準に
になってしまっている。この辺から見てもちょっと、新規のポジションが取れにくいかなって感じはしますね。はい。金市場の波乱要因、あ、先ほどもありました、欧州危機。そうですね。はい、今年はね。アメリカの話ばっかり中心、FOC の話ばっかりなんですけども、はい、まあ、金のマーケットにとって、今年特に欧州危機、はい、ギリシャ問題がね、もっとなんか出てきそうな。そうですね。今もありますし、大統領選挙とか、うん、まあ、いろいろ、まあ、この間オランダの方もね、はい、選挙ありましたし、うん、あと、イギリスの。はい。EU 離脱しますね。はい。本当なんかしちゃう感じかなって、はい、思う感じですよね。まあこれから本当にまあ交渉が本格的に始まっていくということなんですけれどもね。びっくりした、この、はい、今、リスボン条約の第5条、5条ってありますけど、はい、エリザベス女王に、この発動していいかどうかっていう、お伺いを立てるんですよね。はい。そしたら、先週だか先々週、女王がですね、いいよと、発動してもいいよって権限を、うん、はい、まあ、許可したので、はい、ということで、まあ、離脱に向けた方向で、今、イギリスは動いてる、うん、まあ、いよいよ現実味をちょっと帯びてきたのかなって感じしますよね。はい、あと、スコットランドもね、独立問題もありますし。はい。そうですね、それもまた再燃ですよね。ちょっと波乱含みですよね。はい、そうですね。で、フランスの大統領選挙も、この後控えてますし、はい。はい、そうですね、はい。また、あと、テロとかね、またなんか、最近ちょっと、起きてきて。はい、はい。この間どこでしたっけ？ロンドンと、その後、ベルギーでしたっけ？ベルギーもありましたね。あれはちょっと未遂みたいな感じではありましたけど、似たようなね、IS が絡んでるんじゃないかという。まあね、トランプさんがね、はい、イスラエル寄りの今発言してますので、うん、まあ、アメリカの、まあ、方のテロ問題もね、うん、今結構失敗されます、うん、されてますけども、はい、欧州の方でもね、そうですね、現実がちょっと出てきるので、やばい感じがしますよね。はい。でもまあ、危機ということは、うん、金市場には、まあ、上げ要因になるという。うん、まあ、こういった言い方はね、うん、なんか、しょうがないですけども、うんねうん、まあ、どうしかというと、有事、地政学的リスクというよりも、有事の問題になってきて、はい、有事イコール、まあ、金にとっては上昇要因ってなってきますよね。はい。うんまあ、こんなのね、ちょっと金に上がるっていうのも、ちょっと言いにくい部分はあるんですけど、まあ、喜べない要因ですからね。そうですね。うんという感じですね。はい。これが金の、はい。はい。お話でございまして。次、ゴムなんですけれども、ゴムも、値動き激しかったですね。ガーって360円くらい上がったんですけど、はい、今250円割ってですね、約4ヶ月ぶりの安値圏まで来てますね。はい。かなり早いスピードで上がって、はい、早いスピードで下がったという印象ですよね。ゴムは、よく伸びて、よく縮むって昔から言うんですね。もうそれを、まあ、事例に。うまいこと言いますね、本当にね。あ、でも昔からね、言うんです。私の方がね、はい、やっぱり毎日曲げてみてるので、ええー。うまいことは、もう、銘柄のことで、はい。いいような、いい言い回しされるんですよね。はい。まあ、今よく縮んでるんですけれども、そうですね、はい。これ、この後どうなるんですかね。でも、まあ、そろそろ、いい感じかな。はいという気もしないでもないんですけども。雲を下に抜けたということは、そうですね。はい。ダウントレンドに入ってきてしまっているということですね。うん、あと、まあ、1月の高値と、うん去年の12月、あ、ごめんなさい。今年1月中旬の高値と、2月中旬の高値で、はい、まあ、いわゆる、ヘッド&ショルターって、売りのサインが出るチャート、フィギュアになってましたので、まあ、この辺も、はい、まあ、売りやすい、環境に繋がっている感じがします。はい。はい。これが東京ゴムなんですけれども、はい、また上海ゴムが、ちょっとまたさらに下落の速度が急。ね、東京よりも急ですね。はい。下げて、去年の11月の中旬に開けてた、1万7000件あたりの経線上の窓も埋めてきてですね。はい。まあ、一気に、まあ、根を潰してる感じがしますね。はい。これどうしてなんですか？大きくですね、3つの要因があると考えています。はい、まあ、一つ、大きくは、まあ、需給の要因ですね。はい。
需給の要因でも特に2つ、値段が上がったので、はい、生産大手の生産量がすごく急速に今増えている、増産傾向というですね、もう一つはタイの政府がですね、備蓄在庫を売り続けてるっていうこと、はい、この2つが需給バランスを大きく崩してるかなっていう感じがします。はい、はい、画面ありましたよね。ちょっと説明していただきたいと、はい。まあ、あと東京金の場合は円高ですね。うん、これは東京ゴムですね。はい。はい、東京金が円高で下げてると同じように、東京ゴムも円高の圧力から、はい、まあ、下げが消える。うん、これ、東京ゴムもえらい下げてるんですけども、今足元下げてるのは、例えば東京大豆、東京コーン。はい、これもシカゴやすと円高でもう急速に今値を下げてますね。はい。はい、不思議なことに今、東京ゴムと東京大豆のトレンドってすごい似てます。うん、へぇー、うん。はい。ニューヨークの、原油安ね。はい。これが3つ目の下げの要因ですね。はい。需給ファンダメントの要因が2つ。で、もう1つが原油安があると思います。はい、原油の値段、ちょっと今日表用紙がありませんけども、はい。ニューヨーク、原油の値段とゴムのトレンド、うん、これも非常に高い相関があってですね。うん、ニューヨーク金とドルの相関係数と、はい、ゴムと原油の相関係数大体一緒ぐらいです。うん、それほど、まあ、連動性がすごい高いです。うん、で、原油は、まあ、山本さんも、はい、チャートとか値段も毎日ね、はい、チェックされてるのでよくお分かりかと思いますけど、うん、はい、55ドル付近から今、46、7ドルぐらいまで下げてるんですかね。まあ、この原油が安いので、東京ゴム、あるいは上海ゴムも連動で下げてるっていうのが今の状況ですね、うん。はい。もしかしたらこれが一番強い原因かもしれませんね。うん。まあこの原油が安いっていうのは、この、リグ数が増えているという。そうそう、はい、ただ、これ稼働数ってことは実際にも、まあ本当にホテル量が増えてるっていうことですかね。そうです。リグの稼働数が増えるってことは、はい、原油の抽出量が増えますので、うん、その分だけ消費が一定の場合は在庫が増えます。うん、で、まあ実際API とかですね、はい、あとアメリカのエネルギー局、うん、IEA の、AIP? 違うな。IEA は国際エネルギー機関ですね。はい。出てこないです。アメリカのもう一つ、はい、EIA。EIA。EIA です、はい。はい。の方の両方の在庫ともに今、増加傾向ですね、はい。まあ、ずっと OPEC のね、減産がなんかうまくいってるみたいなことを言ってたのが、ここに来てなんとなくちょっとね、はい、また陰りが出てきて。そうですね。はい。なおかつ、はい、まあ、こうやって、シェロオイルも、そうですね。はい。増えているということで。今、山本さんおっしゃった、はい、OPEC の、はい。協調減産。うん。あと、OPEC と非 OPEC の協調減産、はい。これ12月合意があって、はい。で、今年1月から2月中旬ぐらいまで、減産の数量って遵守されてる。うん。うんうん、守られてるっていうことでしたけども、ここに来たデータ、さっきちょっと見たデータで、はい、いやいや、はい、増産してる国があるんじゃないのっていうデータが出てきて、はい、やっぱり抜け駆けってやっぱりあるんだなっていう、うん、今認識が増えてきたのも今原油が下げてる一因だというふうなことで言われてますね。あんなに頑張ってたサウジも実はちょっと増やしてたんじゃないのっていうようなね。そうですよね、サウジも財政的な問題ありますからね、今のこの値段で、減産となると、さらに財政が逼迫するので、やはりちょっと名手とは言っても、増産するのはちょっと、はい、ダブルですからね。減産円しかも値段が下がってる。うん、なので、ちょっとやっぱり増産に走らなきゃいけない、はい、国情もあるような気がします、ね。なんか7月以降はやらないみたいなことも言い出してますものね、減産をね。あ、そうですか。なんか確か。あ、本当ですか。前はやるって言ってましたけどね。うんうん、はいはい、はい、ちょっと考えちゃうみたいな。そうですね。ちょっと変わってきてますもんね。しますよね。はい。そうすると、ますますゴムにも、ますます下がって、はい、ますます自分の部分を占めるっていう状況になるかもしれませんよね。はい。で、まあ、原油が一つ理由にあっ
って、はい、減安があって、そして需給の緩和ということでね。そうですね。需給の緩和っていうのが、大きな次の、はい、まあ、理由ですね。はい。まあ、安値から 2.5 倍、100ドルだ、1ドルだった値段が今、2.5 ドル、はい、まで、例えば TSL なんか上がってますので、まあ、増えた分だけ増産しますよね。まあ、これが一番大きな理由になってると思います。はい。その他、まあ、タイの政府が、まあ、30万トン持ってた在庫を20万トン今売りますので、はい、残る12万トンも、はい、3月に売るっていうことで、まあ、この辺も言わざるをですね。まあ、実際的には12万トンの、3月の予定、まあ、延期したんですけども、でも、直近、先週出てきた、ニュースでは、1万3000トンを、でも、なんか、売っちゃったよっていうようなことで報告が来てますね。あと残るは約10万トンなんですけども。はい。これは4月5月までに、まあ5万トンずつとかいうペースで、またこれを売却するということを言ってますので、どっちにしてもこれはかなり弱材料ですね。タイの政府はゴムの値段を上げたいとかいうふうに考えないんですかね。そうですよね。ずっと去年からもう下げすぎてんで、上げたいから、市場からどんどん買って在庫化してきたんですよね。でもここに来て。ここに来て、これだけ下がってるんだから、ちょっと売るの引かればいいんじゃないと思うんですけどね。まあ今、米の方の問題とか財政の逼迫とか、まあそれの理由があると思うんですけども。まあ、こう、売る計画であるということが、また余計市場を下げてしまっているという、価格を下げてしまっているということですよね。はい。で、ただ中国の新車販売台数は好調だと。これは変わってないんですよね。そうですね。ずっと言わざるのことばっかり申し上げたんですけども。はい、ただ、上昇要因も、あるんだぞっていうことで、まあ、ご参考までに。やっぱり中国の去年の、はい、ゴム相場を上昇させたのは、やはりこの中国の新車販売台数及び、自動車、生産台数、増大っていうのがありまして、はい、今年もその傾向は変わってませんので、まあ、今は材料されてませんけども、後々、まあ、ちょっと材料的には強材料として、材料になってくる可能性があるかなって気はします。需要は中国ではまだあるよという。はい、そうですね。ですよね。はい、ただ、中国も GNP 下がってますよね。そうなんですよね。うん。だから、景気という意味では、やっぱり減速ですよね。GDP が下がるってことは、国内、総生産が、要するに全体的にパイが少なくなってるってことですから、もう山本さんおっしゃったように、もう絶対減速してるというようなデータですよね。はい。だから他が、自動車以外はもっと悪いってことですね、すごく。自動車がなんとか支えてるっていう感じですか。そうですね、逆に自動車の工場さんだけでもっともっと GDP 悪くなってるんでしょうね。はい。で、タイのウィンタリング。はい。はい、まあ、下支え要因として中国の新車販売台数と、はい、あとこのタイのウィンタリングがありますよね。ただ今、はい、こうウィンタリングでね、本来であれば季節の要因で上がっておかしくないんですけども、まあ、さっき申し上げたタイの政府による、備蓄在庫の放出っていう問題がありますので、はい、なかなかこの、ウィンタリング問題で、相場が上げるっていうことはない、今、状況になってしまっているんですね。はい。4月、でも、あれなんですよね、今年4月に大雨になって、生産できない時期がありましたから、はい、で、そこで在庫がない状態で今運転に入っているので、はい、本来であれば5月、まあ、6月あたりに、もう在庫がありませんよ。そうですね。船積みができませんよ。例えば日本、タイのバンコクから日本の横浜港とかに、船積みする荷物が足りなくて、その5月積みの契約が、履行できずに、6月積みに、まあ、変えてくれよとかいう、はい、まあ、船積み延期とかいう事態になるんですけども、はい、まあ、最悪、まあ、物が本当にない場合は、契約不履行と言いましてですね、まあ、そういった事態なんかも過去、まあ、20年間の間に1回か2回あったんですけども、まあ、シッピングディレイって言いまして、船積み遅れっていう事態が今年、はい、まあ、心配されてたんですよね。だから、これだけ、まあ、天然ゴムの値段が下がってくると、そういった心配も、まあ、今ありませんし、はい。また、先ほど申し上げたように、もし、そういった心配があるんであれば、値段は、
上がってくるはずなんですけれども、逆に下がっているということは、それだけ生産地、生産国、タイであったり、はい、ベトナム、インドネシアともに、やっぱり増産かなり進んでるということを物語ってると思います。はい。増産しててよかったねっていう感じですか、じゃあ。あ、どうなのかな、でも価格は落ちているから。まあ、過去に上がったから増産したわけですよね。ここにあって、そうです、そうです。そうですよね。はい、そうですよね。上げてきたんで、今増産に走ってて、物が結構潤沢にあるってことですね。だから物はある。はい。だから価格は上がらない。価格は上がらない。でも逆に、今下がってるんで、はい、心配されてるような需給の逼迫感っていうのはないっていうことを、今も相場が言ってるんですよね。はい、需給も、心配されてるような引き締まりはなくて、はい、今、現実的には緩和してますよ。っていうようなことだと思います。うん、ですね、はい。はい。というような動きでございましたが、はい、そうですね、はい。はい。これでおしまいですね。おしまいです、はい。はい。時間もちょうどぐらいでしょうかね、今日はね。はい。はい。ということで、はい。今日は金とゴムについて、あと原油を少しね、はい。お話しいただきました。はい。本日は解説は東京トレーダーズタイムズの小針秀夫さんでした。小針さん、また来月も。あ、そうですね、はい。はい。ご出演予定ありますが、はい。もう決まってるんでしたっけ？第2週目か3週目ぐらいですね、はい。はい。今度、大社長とちょっと相談して。はい。はい。じゃあ、その時またよろしくお願いいたします。はい。ということで、今日も最後までお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。それでは、また来週お会いしましょう。さようなら。商品先物に新たな風を巻き起こす資産運用の流れが変わる。コモディティの新しい流れはトコム。